はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア開封していきたいと思います。もうね、出てますが、はい、まあ、タイトルにもある通り、こちらの商品をご紹介したいと思います。オーバードライブ。はい、ということでね、私のオーバードライブで白い幕を破りましたが出てきました。はい、フェイトから、ギルガメッシュですね。はい、フェイトグランドオーダーフィギュアーズゼロ。はい、一応ね、自分としてはフェイトのフィギュア紹介はこれが初めてになるかな。うん、まあ、なんだかんだね、実は自分フェイト大好きなんですよ。アニメ見てね、めっちゃ面白いと思ってね、ハマっちゃいましたね。まあ、今じゃアプリゲームもやってるぐらいですね。なので、その中でもね、キャラとして、一番好きなのがギルガメッシュなんですよ。はい、まあ、もちろん男性キャラなんですが、めちゃくちゃかっこいいんでね、はい、もうほんと王様たる王様みたいなね、もう口調ももう王様だし、もうめっちゃ王様なんですよ。はい、そういう王様をねちょっとご紹介したいと思います。まあ、とりあえずね、箱の外観をねちょっとバーッとね見ていきたいと思います。はい、今ね1回転させましたが、早速ね、まず箱を開けて、中身のブリスターの状態を見ていこうと思います。はい、ブリスターの状態まで持ってきましたが、まあ普通に、前にキャラクターですね。はい、で、その下に、台座。はい、でその裏に、こう二重になってるんですが、エフェクトがデカデカとありますね。はい、こういう感じになってます。はい、では早速ね、フィギュア開けて、もう組み立ててね、まあ、組み立てるのが分かんないけど、出来上がってるかは分かんないけど、はい、とりあえず、フィギュア見ていきましょう。はい、ブリスターから出しました。もうすでに組み上がってる状態でしたね。はい、その、勇姿がこちらですね。ギルガメッシュ。いや、かっこいい。かっこいい。台座もねすごい綺麗に、でエフェクトの、煙ですね。もう衣装とかも忠実に再現されてますね。でこういう武器とかもね、この本を開いた時のこの呪文のあれをエフェクトみたいな感じでクリアパーツで再現されてますね。で後ろにはエフェクトからさまざまな武器が出てきているところですね。肝心の顔、
かにイケメンですね。素晴らしい。はい、実はね、これはね結構もう発売されて時間経ってるんですが、なぜ今になって、購入して紹介してるかっていうとね、ネットでめっちゃ安かったんですよ。もう半額以下だったかなめちゃくちゃ安くなってて、マジかと思って、まあ、前から欲しかったんですよ。もうあの普通の、まあ、定価の 10% 引きぐらいで販売してた時に買おうかどうか、ね、悩んでたんですけど、それがもう半額以下になってたんで、もう買うしかねえと思ってね、思わず買ってしまいました。はい、いや想像以上にかっこいいな、うん、よくできてます。素晴らしい。もう結構ねフェイト好きなんで、もうこれからも何かとフェイトのフィギュアもちょっと紹介動画に上がってくると思います。はい、なのでね、まあ、フェイト好きな方もね、この機会にねチャンネル登録していただければなと思います。はい、まあおすすめのねフェイトフィギュアとかあれば教えてくれると助かりますね。はい、といった感じで、まあいつものようにね、ラストがね、綺麗な背景で、一回転何回転もさせて、何回転もはさせないけど、はい、回転させてお別れとしたいと思います。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。俺からの応命を授ける。光栄に思えよ、ザ・シュ。それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。せいぜい派手に活躍して俺を楽しませよ。この痛みも何もまた走らぬのに。はた迷惑な女よ。まあよい、しどり、仕事の続きだ。無慈悲な神よ、僕がこんなにも何かを望んだら初めてなのに、俺さえも叶えてはくれぬのか。今宵も月はそば。他の何に見えるか、間抜け。